はい。というわけで、10月9日分のラジオの収録をこれからするという感じですが、日向坂46の話題ですね。はい、先日4期生による日向坂ミュージックパレードのライブがあったというところで、ちょっとね、その辺いろいろあったっていうところで、ちょっとね、お話をできればいいなというところと、あとは発表がありましたけども、はい、浜岸ひよりさんについても発表があったというところで、そこら辺もね、取り上げていければなというふうに思っております。はい。というわけで、聞いてみてください。はいはいはい、じゃあ続いて日向坂の話題ですね。先日4期生によるミュージックパレードのライブがあったわけですけど、はいはい、まあ、ちょっとねこちらに関しては自分もまだアーカイブ見れてないんですが、うん、まあ、お知らせで出てきましたけど、あの正源司さんがね初日のライブ中に足を捻挫したというところと、 あと渡辺里奈さんもパフォーマンス中に貧血でアンコール出れなくなったみたいな感じで、あ、2日目は2人とも欠席になったっていうところで、まあね、どっちも大事になる前にお休みするのはいい判断かなというふうには思いましたけど、まあ、実際にそのライブをまだ自分は見れてないのでどんな感じなのかなっていうふうには思うので、まあ、その辺含めて見ていた方ぜひコメントを教えていただければなというふうに思いますけど、で渡辺里奈さんもパフォーマンス中に貧血でっていう感じなので、それ映像残ってるんですかね、その辺も含めてどんな感じだったんだろうっていう。まあ、ちょっと働きすぎですよね、みたいな。ですよね。まあ、映画もこれから、ね、公開になりますしね。そう、ね、うん、そう。確かに。ほんとずっと休みないんじゃないですか、マジで。ですよね。うん、でどこ行っても出てますもんね、いろんなところに。確かに。うん。うん、まあ、それは乃木坂だったり桜坂含めてですけど。うん、だから、ね、運営的に早い段階でお休みさせるっていうのは、いい判断な気がしますよね。あ、まあそうですね、確かに、うん、いやだってさ、この前、まあ、ちょっと乃木坂のスター誕生、あ、はいはいはい、裏側みたいな YouTube で、あ、出てましたね、はい、あれ見ると本当にもう早朝入ってる、だって朝6時とか、いやですよね、 に入って夜夜中までずっと一日ずっと収録してるみたいな感じじゃないですか、うん、やってるメンバーは。ですよね。多分日向坂も同じですよね、曲も同じだし、うん、だと思います。あ、相当忙しいよなと思って、あれ、うん、まあ、休めるときは休めるんでしょうけど、やっぱ何か常に何かしらライブとかに追われてる状況だから心が休まんないというか、うん、休んでても次のこと考えなきゃいけないよねっていうところは絶対ありますもんね。そうですよね、うん、頭の片隅に絶対あるわけだから、何もしなくていいみたいな瞬間があるのかなっていう。確かに休めるときは休んでほしいよねっていう感じですけど、まあ、あとはね、また別で発表がありましたけど、浜岸ひよりさんの話題ですけど、はいはい、ツアーの福岡公演の2日目に卒業セレモニーを実施するっていうのが決まったということで、どうなんですかね、はい、そうなってくると東京ドームはどんな感じになるんだろうなと思って。あ、確かに。そこで卒業セレモニーやっちゃうってことは東京ドーム、いやでも出ますよね、なんだかんだね。いや、どうでしょうね、うん、まあ、でも出る方向でみたいな感じでしたもんね。ですよね、調整中みたいな、うん、うん、あれ福岡の公演がいつでしたっけ。12月の5日だったかな、うん、2日目、あ、5日か、うん、まあ、とりあえずそこで卒業セレモニーっていう感じにはなりますけど、まあ、アンコールだけ顔出すとかって感じですかね。どういう感じにね東京ドームは演出になってくるのかっていうのはちょっと楽しみな気はしますけどね、うん、これで出てこないとかになったらそれはそれでちょっとがっかりしちゃう気もしますけど。いや、そうですね、ここまでやっぱ、うん、言ったんだからっていうまあ調整中だから分かんないんだけどですね。確かにこれ出ないってなったらちょっと残念ですけどね。いや、もし出ないってなったらもしかしたら事前に発表あるかもしれないですけどね。まあまあ、うん、うん、予定が合わずみたいな感じになるのか分かんないですけど、ね、うん、まあ、見たいよねっていう、うん、ですね。